レバノンの地理では、レバノンの地理について記述する。レバノンは、中東の国家でありながら、砂漠がなく、豊富な水が存在する。地形的には、海岸地帯、レバノン山脈、別カ高原、アンティレバノン山脈の4つの地域に分けられる。海岸地帯は、幅の狭い地中海東海岸地帯で、夏は暑く、高気温、冬は温暖タウ。 年間降水量は700から850ミリ。その85%は11から3月まで、中でも12から2月末に集中降を追う。この地帯は肥沃でよく考えされ、北、南は平地が広く農業が盛んである。北部のワッカール平野から突如としてそびえ立つデワノン山脈は南部のリタに川にいたり、海岸地帯に並行して走っている。平均高度。 約2000メートル、最高峰は3088メートルのクルナ、アッサウダーサンで、急峻な山岳地帯である。一年の半分近くは、降雪、国間で、各地で、スキー場が開かれる。夏でもなお涼しく、国内や近隣諸国からの秘書客が多い。地理的には、東のアジアと西のヨーロッパをつなぎ、また、南のアラビアとエジプトとつなぎ、まさに、十字路である。 大変風光明媚であるため、古くから人々が居住していた。二つの山脈が南北にあり、標高2500メートルから3000メートル級であることから積雪を観測する。最高峰は北部のカーネットアッサウダー山の3088メートルである。レバノンとはアラビア語で白くなるという意味で、レバノンの山々に 雪が積もっている光景を指したものだと言われる。レバノン山脈にはかつて、レバノン杉が鬱蒼と茂っていたが、フェニキア人の船作りのために乱伐が進み、現在はわずかに保護区に守られた範囲のみとなってしまった。レバノンの象徴でもある、レバノン杉は国旗のデザインに描かれており、レバノンは国家を挙げて植林を進めている。二つの山脈の間には、 ベッカー高原が広がり、野菜や果樹が生産されている。高原からはリトに川が南西へと流れ、マルジャユーン付近から西へと向きを変え、ティルス北川で地中海へと注ぐ。沿岸部は地中海性気候で温暖である。首都ベールートは中東のパリと呼ばれた美しい町で流行の町でもある。フランスの委任糖治療であったことから、 フランス文化の影響が根強く、人々は水着を着て、海岸で遊泳したり、レバノン内戦時、ベールート市街戦の最中であってもファッションショーを開催していたりと開放的である。ベールート近辺には、世界第2位の小乳道、ジェイタ洞窟があり、内戦時には閉鎖されていたが、現在は観光で見学ができるようになった。ベッカー高原の中心都市バールベックには、 数多くのローマ遺跡が保存されていて、世界遺産にも登録され、レバノンの代表的な観光地の一つとなっている。小山茂げレバノンアラブ世界を映す鏡中央公論者、中高新書4 7 4百9 7 7年29から30ページ、小山茂げレバノンアラブ世界を映す鏡中央公論者、 中高新書4741977年35ページ、北部のアッカール平野から南部のリタに川に至る。南北50キロ、1年の半分近くは雪に覆われる。小山茂激、レバノン中央合論者、中高新書47429ページ。ありがとうございます。